こんにちは。名古屋から近鉄特急看板列車島風に乗って、その近鉄の終点賢島まで来ましたが、あいにくのどん天。リアス式海岸とか多島海とかを眺める遊覧船に乗るのもいいと思いましたけれど、この天気ではあまり楽しむのに適切とは思われません。まあ、ただ駅前にすごく立地のいい遊覧船の乗り場があって、もう鉄道連絡みたいな様相になっていてですね、とても素晴らしそうな場所であるということは先にお伝えしておきます。まあ、せっかく観光地まで来たけど、別に観光がね、私のもうもはや目的で来ているわけでもないので、もういいや諦めようと思いましてね、それで喫茶店かなんかに入ってちょっと作らなきゃいけない書類とか、まあいろいろやらなきゃいけないことがあるんで、まあパソコン作業で2時間ぐらい賢島で時間潰すかなとも思ったんですが、まあせっかく来ましたので、まあ、私実はお魚マニアなんでね、あの全国の水族館巡りみたいなことを、あの個人的に前から、まあ、そんなにあの積極的ではないけど、まあ、やってるんですが、ここにもね水族館がありまして、まあ、この辺り伊勢志摩の名物水族館って言ったら、まあ、間違いなくあの鳥羽水族館なんですけれど、あのここにも、ね、こういうのがあるとは知らなかった。近鉄がやってるんだそうですね。マンボウがいることで売っているらしいのですが、この周辺の海ではマンボウが取れるんだそうです。いや取れるというか、まあ、上がってくるんでしょうね。マンボウって食べるけどあんまり流通してないんじゃない？駅直結ですから立地もいいし、まあ、まさに近鉄がやってるからそれはそうですよね。直結ではないけど、でももう駅前に近鉄がまあ整備したと思われるこの綺麗な感じの道、そのまんま迷うことはありません。この賢島ってのはいいところですね。本当に駅前から遊覧船も出てて、駅前に水族館もあって、まあ、鉄道での観光がしやすい場所。やっぱ車がないとこういうところで観光しづらいとかよく言うじゃないですか。あまりそういう印象は受けません。本当に助かります。こういうのは撮影ポイントって書いてありますが、これはマンボウですね。まあ、大きいのか小さいのかちょっとわからないと思いますが、これはですね、高さ3メートルだそうでして、日本で取れた最大レベルのマンボウをモデルにしているものなんだそうです。結構暑いんだな、マンボウって。わかりますか、ちょっと私の顔とこう見比べても、ちょっと私の顔も大きいからわかんないんですけど、あの あれですけどね、わかりづらいか。んでも私の顔のね、幅の3倍くらいありますね、この厚みがね。私は一応お魚好きですから、お魚のことをいろいろ紹介しようと思うんですが、まあ、マンボウの話は後でもいくらでもできますけどね、多分中にもいるだろうから。あのマンボウというのは、ああ見えて実は泳ぐのが速いやつですね。時速40キロぐらいでスピードビューッとこう海の中を泳ぐことができるらしいです。本当かと思いますけど。入館料は1400円で、遊覧船との共通割引券みたいなのもありまして、結構しかも安くなりましたね。多分両方近鉄の資本でやってんのかな、しょうわかんないですけど、それはごめんなさい、わかんないんですけどって適当なことを勘で言うもんじゃないか。島マリンランドと書いてあって、これ記念撮影用のやつでしょうね。2月15日、今日は金曜日です。だから空いててよかったですね。ペンギンも寒そうだ。水に入ってるのが1匹しかいない。1羽っていうのかな。サービス精神旺盛ですね。ど真ん中に来てくれております。さっき近鉄特急の島風に乗ってたんですけど、大きな窓からですね、室内をこう覗き込まれるという経験が多いわけですね。なんか自分が見せ物になってね、こうの自分がライオンバスの中に、あの逆になんか乗せられているライオンで街中を乗せ回されているような感覚にちょっと陥ったものですが、でここにいるお魚とかね、動物たちももしかしたらなんか同じような感覚を持っているのかもしれません。 JR 東日本のペンギンはアデリーペンギンなんでね、スイカのペンギンとは違うやつ。これはフンボルトペンギン。最近とにかく動物をあの液状にするのが流行ってるみたいですけど、あのここでもですね、ここにいるあのフンボルトペンギンの中の1羽が、1日液状かなんかやったんですね。あの1日液状っていう制度は、まあ、あんまり私はよくわかんないけど、その賢島駅のところで1日液状として活躍したペンギンもいたそうです。ただいま冬眠中というか、あ、これ面白いな、こういう展示があるんだ。ここ結構ね、あの近鉄が、まあ、つまり伊勢志摩の観光の活性化とかね、あのお客さんをこっちで連れてくる目的で、やっぱこう観光するときって行く先に面白いものがたくさんないと行く気にならないじゃないですか。だからまあそれであの作ったわけですけど、でもね、こういう珍しいものとかこう貴重な生態の展示とか、そういうのにも結構積極的なところらしいんですよね。あ、懐かしいね。あのうちのチャンネル初登場の動物は多分ね、このムツゴロウだと思うんですが、これはあの有明海に生息ということで、もともとこの辺にいる魚ではありませんけれど、あのムツゴロウ、シオマネキもあの有明海でね見ましたね。あの最長往復切符1回目の時の動画多分残ってると思いますので、ぜひ見てみてくださいね。そのムツゴロウはお魚でして、あったかい時になると上の方に出てきてぴょんぴょん跳ねたりするのですが、今はこの巣穴の中に潜ってるんですね。ともかく今日は空いていて本当に助かります。水族館でじっくり見たいんだけど、混んでるとそういう気にならなくなるからね。
な近鉄の時刻表まである。私が乗るのは確か京都行き14時50分発の島風だったな。次はだからそんなに長くはいられません。でもまあ3時前だからあと2時間ぐらいはあるか。2時間はないぐらい。この法律で決まってるんですよね、標識を掲示しなければならないということで、動物取扱い業者標識、この会社の名前は近鉄レジャーサービスか、やっぱ近鉄グループなら間違いないけど、うーん、そっかそっか、なるほどねってのは何なのかというと、そういうもう島マリンランドっていう会社なのかなと思ったらそうじゃなかったか。またここに撮影ポイントってあって見ると神社がありますけど、ご丁寧にお賽銭箱まで置いてあって結構お賽銭入ってるな。これなんだ、私海水魚ってあんま実はよく知らないんですけど、真ん中にこの榊の、これはまあさすがにあの作り物のようですけど、これにこう絡みついてるのがタツノオトシゴね。これね、こういう風にね、こう尻尾でくっつくんですよ。可愛いもんです。こっちもそうやってます。でこれは多分オスメスのつがいで飼ってるのかなと思うんですけれど、卵も産むものとして、であのこういうところにですね、こう卵を産みつけて、あのオスが水を送ってあげたりとかしてね、あの卵の面倒を見るという可愛らしい生き物です。うん、これはアオギハゼっていう魚らしいですけどね、あの八丈島とか沖縄の方とかその辺に住んでるらしいんですが、普通に飼ってる魚がこんな泳ぎ方し始めたらもうなんか浮き袋とかがおかしくなったんじゃないかなんてめちゃくちゃ心配しますけど、世の中にはいろんな生き物がいるもんです。これは私も知りませんでした。あーなるほどね、なんとなく分かった。こういう感じでこういう丸い建物なんだね。でその中心部分にこういう風にぐるぐる回る横長の水槽を用意していて、で水流を作っているからおそらく魚がみんな同じ方向を向いて泳いでるんでしょうね。これ結構面白い展示だな。かわいいですよね魚ってね。この顔がかわいい。まだ水族館大好きなんですよ。視聴者の皆さんがどこまでそれについてきてくれるかは分かんないんですけど、これなんか立派で美味しそうですよね。こう叩いてはいけないけどそーっと近づけて挨拶するぐらいはいいでしょう。これ石台かな、あれなどかわいいな。先日あの鏡であの自分の姿を認識できるお魚の話とかしましたけど、ホンソメワケベラって言うんですけどね、それも今泳いでたんですけどちょっと影に隠れてしまったかな。お、やってるやってる、これですよ、ホンソメワケベラね。これはあの寄生虫を魚のこういう風にしてつついて取ってあげるので、つつかれる方としても嫌がらないというお互いにこうメリットのあるやり方です。ただなんかこいつはこの間視聴者の方から教えていただいたんですけど、ちょっとせこいところがあって、ああやって寄生虫を取ってやってるふりをして、時にはその魚の表面のですね、まあ、あの皮膚とかをかじり取ることもあるらしい。悪いやつだなと思います。こういうの嫌いな方もいっぱいいるかもしれないけど、私は好きなんですよ。これトラウツボって言うんですけど、それよりもやっぱ普通のウツボの方が好きかな。顔は可愛いと思うんですけどね、長いのが嫌いっていう人はいっぱいいますが、うん、あれなどがいいかな。うん、愛嬌があるんですよ。こういう風にこうニョロニョロしてて気持ち悪いと思うかもしれないけど、結構頭も良くてね、人にも慣れますので、なんかこう犬みたいな感覚で飼えるからおすすめの魚なんですけどね。しかも丈夫でお金もそんなにかからないし、あまり餌も食べなくていいとかね、本当にすごい魚ですよこれは。ウツボっていうとこの鋭いこう口でね、これで獲物をこうガフッとやるというイメージが強いと思うんですが、まあ、実際その通りなんですけど、それだけではなくて口からこうこれ何やってるのかっていうとね、これ今パクパクやってるのはここから水を飲むじゃないですか。でそれをこっちからこう吐き出して、ここにエラの穴があるんですけど、それで口の中に吸い込んだ、まあ、こういうところこううようよしているね、あの栄養成分とかをこうこし取って、微妙にこうちまちまと食べるということをやるんですね。でそれによってかなり餌を食べる量を節減できるのだそうです。これはあれだな、吸盤でくっつくあの小判ザメね。うちにあのジンベエザメを飼ってるんですけど、これ小判ザメだと思うんですけど、小判ザメですよねこれ面白い展示方法だな。本当はあのでっかいジンベエザメとかそういうのにこれをくっつけて、でそれで泳がせ、あのただくっついて、そのなんていうんですか、うん、その魚が食べた食べ残しとかをこれがもらおうという、そういう作戦なんですけれど、自分であんまり泳ぐことはしないわけですよね。でもこの展示方法が面白いのは、その大きい魚、大きなサメとかあのそういうものと一緒に普通は泳がせるはずなんだけれど、そういうのがいないもんだから、だからあのこいつも困ってよかれ寝てるんですね。これちなみに逆さまになってるようですが、これで正しい向きです。ちなみに根本的なこと言ってませんでしたけど、この頭の上についてるこのね
小判で吸盤としてくっつくと、そういうことをやるわけです。これくっつけるのかなってのは分かりませんけど、本草岩ケベラがね、ああいうところこうつっついてますけど、今分かりますか、エラの中にまで入ってやってたりとかするんですよね、たまに。あとは今口をこう半開きにしてますけど、口の方もやりますよっていうとね、大口を開けて口の中にまで入れてあげてるんですよ、この魚が。まあ、そのままバクってやっちゃえば食べられちゃうんですけど、今ちょっと痛かったみたいですね。 でもねバクってやれば食べられちゃうんだけど、やっぱり役に立つから、この魚は食べないんですよね。ちゃんと魚ってこういう間抜けな顔に見えて全然そうじゃないんだなっていうのがよくわかります。これはねナマズの仲間でゴンズイと言いますが、背中にちょっと見てもわからないんですけど、トゲがありましてですね、それで刺さるとかなり激しい痛みを受けると、まあ、要するに毒のある魚です。海に行くとそういう毒のあるものがいっぱいいるんですけど、これちょっと大きくなってますけどね、もっとちっちゃいとね、いっぱい固まってて可愛いわけですよ。これの半分ぐらいの大きさ、もっと黄色い色をしてるしね、まあ、その代わり危険だということなんでしょうけれど、大人になるにつれて、これがまたどんどん大きくなってですね、最終的にはもうなんだ、一匹のこう、こっからこう、ここの端から端まで行くような大きなナマズになっちゃうんですけど、まあ、ちっちゃいうちはこうやって群れで相手を威嚇するというわけです。スイミーみたいなね、漫画じゃないや、小学校の国語で私やりましたけど、これも顔は可愛くてね、よくぬいぐるみなどにされております。ミノカサゴというのも結構こう、そういうなんていうのかな、毒が強いような魚で、このヒラの一本一本のその先端に毒のトゲがあります。あ、こいつは病気になってるな、これは。たまにそういうこともあります。このミノカサゴという魚はね、病気になりやすいものでして、まあ、適切な治療などをすればそんなに大したことはなく治るんですけどね。海の魚だけかと思ったら、南米とかね、そういうところの熱帯魚の淡水川の魚もおりまして、これなどよく有名ですけどね、トランスルーセントキャットフィッシュとか、まあ、そういう名前で呼ばれるんですが、透明なナマズですよ。こういう風に群れて泳ぐので可愛らしいんですが、内臓なども全て透けて見えます。多分これ透けることによって目立ちにくくしてるんだろうと思うんですけど、ちょっとなんで透明なのか私は知らないですけどね。これも確か東南アジアかなんかでね、いるやつ、そう書いてあるわ、そう書いてありましたけど、キッシンググラミーって言うんですけど、こうパクパクしておりますが、これはですね、こうお互いにこんな感じでね、まさにこうこういう風な感じのことをやることで知られておりまして、それは喧嘩らしいんですね。こんな可愛い顔をしてですね、このグラミーという魚はかなりなんていうの、こう喧嘩っ早い性格でして、同じ種類でも縄張り争いをします。そしてお互いにこういう風にこのパクパクをしながら威嚇をし合うという、だからなかなか実はこの中は結構殺伐とした環境なんですよね。ピンク色のね、優しそうな顔つきの魚たちですけど、必ずしもそうとは言えないのです。東南アジアとかだとね、大きい川っていうよりはちょっとした水たまりみたいなところにこう住んでいるようなことも多いので、池とか、だから縄張り争いがどうしてもこう激しくなるんでしょうね。同じ種類の中だったら仲良くしないというのは不思議なことかもしれませんが、まあ、よく考えれば人間の社会だってね、同じ種類だけれども全然みんな仲良くないですから。これ熊の実の子供たちが生まれたのかな、そう書いてある。映画で有名になったファインディングニモですけど、あれももう何年前だ、すごい前の話になっちゃいましたね。これなどちょっと多すぎますけどね、こんなにいたら視聴者の方の中には気持ち悪いと思う方もいるでしょうか。私はこういうのは好きなんですけど、こうあそこに熊の実くんがおります。前に私のチャンネルでもね、バカには見えない彼女とデートした時に皆さんにご覧に入れたんじゃなかったかな。ここはヒトデのコーナーです。ちょうどいいことにですね、ヒトデがこう2個ありますけれど、ここにこんな感じでポツポツやってるのが見えます。ヒトデの手っていうとね、なんかこれの1個1個に見えるんですが、実際の手はこれで裏側にこういう足がポツポツと生えています。でこれで足をですね、少しずつこう移動させることによって移動してるんです。今このヒトデは上に移動しようとしてるんですけど、分かりますかね、よーく見てみるとちょっとずつちょっとずつ、分かりますか、上にある吸盤を上につけて下にずらした後、一旦離して、この辺が分かりやすいけどね、あ、いけない、で離してまた上にこう持ち上げるというようなことをね、何回も何回もやって体を徐々に移動させています。これ気持ち悪いと思うかもしれませんけど、鬼人手というやつで、これも今ものすごい勢いでね、移動してこっちの方面へ移動しているところですけど、こっちね、こっちへ移動してますけど、これはサンゴ礁を食べてしまうということで、有名な人手なんですね。
これが水温が高くなることによって増えてきまして、あちこちで問題視されていますが、まあ元々はね、こいつが悪いというよりはこいつが増えるような環境にしてしまった人間が悪いと考えることが重要です。まあ、鬼人というのは駆除とかもいろいろやられてるんですけれど、これもまた毒がありまして、刺されると結構危険なものです。あとあっちにまんじゅう人でという人でもおりまして、ちょっと見るとなんだか分かりにくいのですが、言われはなくこれで人手になっております。随分肉厚なんですね。鬼人手、これが最強の人手です。ポケモン分からない方もいるかもしれないけど、人手マンというのがいますけどね、あれ自己再生という技を使えるんですが、体力を回復する技ね、人手も腕の一部が切り取られたりとかしても、ちょっとそっとのことではですね、大したことはなくて、切れてしまったうわーって感じに人手も思うんでしょうけれど、そのうちに回復して、自然に腕が元に戻るということになるのが普通です。この人手だと一度腕が切れてしまって今再生の仕掛けなのかもしれません。もしかしたらね、鬼人がすごい勢いでこっちに来ちゃいましたけどね。この人では困惑しているところだと思いますが、まあ一応なんとかなるんでしょう。多分今から蹴散らされてしまうと思いますから、ちょっと不憫ですけれどね。でもここで多分そういうことをやられながらも、うわ鬼人でのやつが来ちゃったよと思いながらも、まあなんだかんだで平気なんだと思いたいのですが、トゲ刺さってるような気がするけどね、大丈夫なのかな。なんかもうこいつのやりたい放題ですね。ちょっとかわいそうだよな、このコブヒトデは。本当に困惑してるのが、嫌がってるのが目で見てよくわかります。まあ一方でこいつも一応配慮はしてくれてるらしいね。こんなところに嫌がって邪魔だなと思いながら、こうちゃんと避けてですね、進路を変えてあげました。こういうことが多分一日に何度もあるんでしょう。実はヒトデというのは意外と動きが早いのです。これも今すごい速さで動いてるんですけど、わかりますかね。動いてますよね、左手前方向に。ここにおりますのは幼獣王といいまして、植物とかが生えているようなところに、ね、たくさんいるんですけれど、海の中にもこう海藻がありますからね。ここにはその稚魚かな、血を這うようにしています。ちっちゃい時は多分血を這うからこういう色をしてるんでしょうね。で大きくなると植物の中にいるから、だからその植物の色に紛れられるように緑色をしているというわけです。確かにこれどこにいるかとかね、知識がないとこれ見つけないで過ぎ去っちゃう、この水族館の人とかも、水族館なんていうのお客さんとかも多いでしょうからね。で今度こちらはウニです。ウニも人でも同じ仲間でして、ちょっとねこっちのガラスに張り付いているウニが残念ながら一個もないので、共通点を皆さんにご覧に入れられないのが残念ですが、ここのちょっとこれは笑うけどなですね、この裏のあたりにこうポツポツとさっきのヒトデと同じような小さい足がたくさんついており、ウニもそれで移動することになっています。このトゲのすごく長い、見るからに危なそうなこのウニは実際に危なくて、またこれも刺すと大変な痛みを与えるガンガゼというウニです。このあたりにも普通にいますからね、海水浴とかで岩場に行くときはご注意。結構海って危険な生き物いっぱいいるから、川は川で危ない雑菌とかが多いらしいけど、しかしやはりせっかく島に来たのであれば、これですよね、真珠の、作り主アコヤガイくん。アコヤガイっていう貝自体はそんなに珍しくはなくて、私も九州に行った時とかね、アコヤガイがいましたから、普通に捕まえて取ってきてそれを焼いて食べたりとかしたんですけれど、海の中に普通にいる貝でホタテ貝みたいな感じで美味しいですよ。でその貝をまず口を開いて、その中に、なんというか真珠の核のもののようなものをこうポイッと入れるんですね。でそうするとその体の中に変なものが入ってきたと言って、それを隔離するためにそれを包むようなことをし始めます。そしてその周りに真珠ができるという方式なんです。だからまず核を入れなければ勝手にこの中に真珠が入っているということは、まずありません。これアコヤガイの内側です。こんな感じ、真珠、これはね大体アコヤガイの場合はこういう風な感じに内側になってますけどね。これか、真珠か、真珠の選び方。餌付けがあるのか、ちょっと海女さんのそれは見ていきたいね。入り口のところに大きな丸い水槽がありました。これぐるっとなってんですねなんて話をしましたが、なんか放送でね案内してますけれど、やはりその水流を一定方向にこう回すことによって魚の向きを揃えるという工夫があるんですよなんて放送を今しているところです。ここでお魚に餌をやるショーが今からちょうど見られるそうです。あれでも2時半って言ったか今、今ね1時半でした。よかったよかった。まだ島風号の発車まで1時間20分あります。島地方の花の島風号
浜って言ったらね、あの海から獲物を取ってくるんですけれど、海に餌を供給するっていうのが面白かったですが、これマンボウ感だな、これちょっと時代を感じさせるあれですけどね、これもなんか昔の緑の窓口みたいな感じだな、横のこのスイッチですよ。なんか ここの扉すごいな。お、ちょうど貸し切りだったけど結構いっぱいいるね、びっくりした。4匹もいるってところは少ないんですけれど、なぜか分かんないんですが、あのちょっと違う魚も少しだけいるんですね。あれサメですけど、それとイセゴイっていう魚だそうです。多分伊勢の、これ何なんだ、伊勢ゴイか、伊勢は関係ないのか、関係あるのか、ちょっと分かんないですね。これはなんかすごい勢いでスピンしてるな、あいつはぐるぐるぐると横向きになってます。あれは多分体調が悪いんじゃなくて、なんかああする理由があってやってるんだと思いますけど、マンボウってのはね、あのこういうちっちゃいのもいますけど、あの1億ぐらい卵を産んで、その中から大人になるのが、まあ、1匹か2匹か3匹なんかそんぐらいらしいですね。1億かと思うんですけど、まあ、とりあえず下手な鉄砲を数打ちゃうということなんですけど、なんかそんだけだったの、まあ、多分平均して1から3ということなんだと思いますけど、結構ばらつきもありそうですね。1億じゃなかった、3億だってさ、大人になれる確率1億分の1から3億分の1ですよ。大変だね。もう子供の卵のうちに多くがダメになったり、あのさっきのウツボみたいなやつに飲み込んで知らない間に栄養になったりとかしてるんでしょうね。多分そうなんだと思いますけど、4匹もいるってのは珍しい。これマンボウってなんでこういう形になったのか、でも不思議ですよね。フグの仲間だったはずですけど、あの尾びれというものがなくなりまして、魚では珍しく、あの舵取りをするんですけどね、これをこう左右に動かしながら、時にはジェット噴射のような泳ぎ方もして、さっきも言ったように最高時速40キロほどです。あのこれがですね、ここにベニヤベニヤのビニールの壁が張ってありますけれど、マンボウというのは衝撃に大変弱い魚で、ちょっと壁にぶつかっただけで死んでしまうということもあり得るので、壁から少し離れたところにこういうビニールの囲いを作って、それでね、あのそういう衝撃から予防するということをやっています。結構手間がかかる魚らしいですよ、マンボウって。普通の家で飼うことはできないですから、飼うのが簡単なのか難しいのかわからないんですけれど、たまに事故で死なせてしまうということもあるそうです。いや4匹だと思ったけど5匹いるな。チャンネルなどで有名になりましたけどね、あのマンボウって寄生虫を取るためにものすごい勢いで上にビューッとこう飛んでってですね、なんかこう海の上に飛び出すことがあるらしいんですね。で飛び出していって、その後体をこう横向きにして、であのものすごい勢いで地面にこう体をビターンとこう、地面じゃないこの水面にビターンと体を打ちつけることによって寄生虫の駆除をするんだそうですが、それによってたまに死んでしまうこともあるそうです。体重3トンだって思ってる、この水槽奥行きがあって広かったみたいですけどね、やっぱこう狭い水槽ではかなり難しいから、マンボウを売りにしてるだけのことがあって、主力の水槽はそれなりに余裕を持たせてあるようですけど、はあ、これピラルクね、ピラルクは淡水魚で一番大きい魚です。海水魚で一番大きい魚は別にマンボウとかじゃなくて、もっとジンベエザメとかすごいやつらがいっぱいいますからあれなんですけど、まあ淡水はこのぐらいなんですよね。いやよくできた水槽だよこれ。これアベニパファって言って、あのフグなんですけど、実は海だけじゃなくて川にもフグがいるんですね。これあのミッキーマウスプラティというんですけど、さすがにディズニー社の著作権もその名前まではね、あの著作権ですから、あの及びませんので、そういう名前のものができてね、あのそれで売れてるわけですよね。多分著作権料は何も払ってないでしょう。品種改良に対して提訴したら取れるのかな。無理でしょうね、権利使用料取るなんて。これ上からパラパラとかやったら餌がもらえると思って来るかなと思いましたけど、ちょっとやっぱり来るみたいだな。そんなこともないか。人の姿を見ると寄ってくるってことがありますけど、餌がもらえると思うようです。でも多分この魚たちは人の姿も見慣れてるだろうから、それだけじゃ人が来ただけじゃ餌がもらえるとは思わないだろうね。お、これはすごいな。またこれの普通の人が飼うような熱帯魚の水槽にいるような魚たちばっかりで、珍しいものはこの中には別にいないんですけど、それね、普通の人が飼うような魚しか入れてない水槽をこんなに大きくダイナミックに作るっていうのが、これいいね。
ちっちゃい魚にしても大きい魚にしても自分がここにいますよなんてことをね、わざわざアピールするメリットあんまりないと思うんですが、なんか南米とかに行くとそういう魚が多いんですよね。あと海の中もあったかい地方に行けば行くほど色彩が豊かになります。屋上展望台、真珠のイカダが並ぶ阿吾湾が一望できると書いてありました。誰もいないようです。阿吾湾ってのはこれなんですね。いや私ね、正直もっと広いのかなと思って、思ったより狭いなとか思ってるんですけど、ここで真珠の養殖してるんだ。まあ、狭いっていうのはそれだけ、つまり入り組んだ海ということでね、そういう入り組んだところからは川の水とかがたくさん入ってきて栄養が豊富になりますから、まあ、栄養が豊富っていうのはちょっと水が汚くなりがちというふうに言い返すこともできるんですけれど、貝が育つにはとても好ましい環境のはずです。多分こういうところからいい真珠が取れてくるんでしょう。あの中にさっき皆さんにもご覧に入れた素材を入れたアコヤ貝が入っていて、今あの中で体の中になんか変なものがあるなと思いながら、でそれを隔離して真珠を作る作業をさせられている真っ最中というわけです。これね、アゴ湾の向こう側にこうイオンありますけど、もうこれぐらいの距離感ですからね、これ湾って言われなかったらただの川かなとか思ってしまいます。地図を見るとこういう場所ですから、いや本当これは遊覧船も晴れてたら乗ってみたかったな。でここまでなんとね、散々魚の話ばっかりしてきましたけど、最後の最後に近鉄の、やっぱ水族館近鉄なんだなここはと思わせてくれるような素晴らしいものがありましたからご紹介したいと思います。これですよ、これ分かりますか。これね、JR 東海百景新幹線なんですよ。顔の部分はね、これどう見ても百景ですよね。これ1987年かなんかデビューしたニュー新幹線ですけれど、これパッと見ると近鉄のアーバンライナーの塗装なわけですね。多分アーバンライナーネクストでしたっけ、私乗ったことないけれど、あれをイメージして作った遊具だと思いますけど、200円払うと動いてくれるというやつですが、ちょっと私さすがに乗るわけにはいかないけど金だけ入れて動かしてみようかなという気になってきましたけどね。すごいよな、よくやるよなという感じですけど、つまり百景新幹線のこういう遊具って、これね結構あちこちにあるものなんですけれど、それに近鉄の大人の事情を遺憾なく発揮してアーバンライナーの塗装をしてしまったんですね。そんなこれちょっとさすがに笑うよなと思うさ、賢島から大阪行き、多分大阪から来るお客さんが一番多いんでしょうね。それはいいんだけど、まあ、百景新幹線がねここにあっても何なのってなっちゃうから、まあ、これも面白いとは思いますが、多分もともとはこれ百景でやってたんだろうな、多分そうだと思うんですよ。その塗装をこう塗り替えたかなんなのか、後ろなんかねこう2階建ての食堂車を無理やり1階建てに改造してますし、こっちなんかねこう分かりますか、見えるかな、 JR っていうマークがここに書いてあるんですけどね、 JR マークを真っ黒に渾身の塗りつぶしというわけでした。それではご視聴ありがとうございました。ちょっと誰も来ないこの隙に動かしてみよう。うわうわ、喋った、うわうわ、勘弁してくれよ。ああちょっともうちょっと静かにならなかったなと思いますけどね。いやしかし素晴らしくシュールな光景だ。いいね、21世紀にふさわしい百景新幹線。おダイヤモンドクロッシングだ、すごいな、一周してくれりゃ、おお早い早い早い、ダイヤモンドクロッシングこんな高速で抜けちゃうなんてね。あ、もう一周したよ、勘弁してくれ。無人で走らせてる方がまだマシだとは思うんですけど、ちょっと早すぎますよね。もういいよ、2周で終わりにしよう。よかった2周で終わってくれて、ちょっと恥ずかしくていられませんからね、さすがに。スーツ旅行チャンネル恒例ですけど、ご視聴ありがとうございましたとか言った後にまたその先に面白いものを見つけて、動画が続くということは、もうこれはねお約束なんで諦めてくださいね。